はーい、ライク・ジョーンズ・イムリダーということで、ライク・ジョーンズ・イムリダーチャンネルへようこそ。今日やっていくのはね、クララリーグの、解説でございます。ということでね、昨日、クララリーグがありまして、昨日おとといとね、あったんですけど、ポノスはね、無事ね、先週の2連戦をね、2連勝、することができて、まあ、チームとしてはね、まあ、1勝1敗の状態から8連勝かな。うん。しているというところで、まあ、結構ね、まあ、でも昨日は本当に数週間ぶりぐらいに、ね、結構見てる人もねハラハラするような試合だったんじゃないでしょうかということでね、今日は、2v2 を2戦そして麦ですね。麦の、勝ち試合2戦を、解説していきたいと思います。あのね、麦にもね、これまたバズりますよーってね、麦は言ってたんですけど、まあね、負けリプを解説するとね、ちょっと怒られちゃうんで、勝ちリプのみをね、解説して、みんなで麦最強ということで、ね、今日もやっていきたいと思います。ということでね、今から解説していくのは 2v2 2戦ですね。うん。で、バーマトルネードトルネードですね。まあ、お互い安牌な、まあ、安定志向なね、両チームなんでね。まあ、トルネードバンしていったといったところでいきます。よいしょ。はい、なんですけど、まあ、今回ね、まあ、今ね、環境の中心となっているバルーンスキャラですね。バルーンスキャラ。そう。で、なんでバルーンスキャラが多いのかっていうとね、まあ、バルーンを出してスキャラを打つだけ。まあ、10コスなんですけど、まあ、だからスキャラスキャラとかバルーンバルーンのデッキとね、まあ、持ってるコスト自体は変わらないんですよ。そうなんですけど、まあ、やっぱりスキャラを2枚打ったりとか、バルーンを2体出すとかってないじゃないですか。なんですけど、同サイドにバルーンスキャラを展開することで、そんなんだろう、一気に攻めることができる。空と、そして陸。でどっちかをファイアボールまたはフリーズで、呪文でね、対空ユニットまたはそのスキャラ処理する、こういうアーチャーとかですね、を、呪文で飛ばすか、フリーズで止めるかすれば、まあ、どっちかが入るみたいな。で、まあ、攻撃する側はね、結構そのどっちを、入れるか、どっちを刺すか決めれるんですけど、まあ、守る側はね、どっちもこう、やっぱ均等にやんなきゃいけないんで、ね、結構やっぱそういうので。とか、まあ、単純に防衛が苦手なチームとかには、まあ、組むだけで刺さるっていう感じですね。まあ、デッキを使った感じ、結構、キョスケ、ランバーバルーンスキャラとかあったんですけど、なんかね、本当に誰が使っても、85点ぐらいのプレイができるみたいな。そんなデッキですね。そう。で、まあ、もっとね、完璧にこなして隙をなくせば、まあ、攻撃がめちゃくちゃ強いし、まあ、防衛カードとかもね、多めに入れると、このようにね、守りも硬くなって、まあ、攻めもね、組むだけで、マジ何も、相手の対空とか、相手のその、なんだろう、スケラの、処理カードとかを考えずに、組むだけで勝てるっていうね、スペシャルなデッキになってますね。今、キョスケ、ランババルーンスケラ、メガネテランババルーンスケラ、そして、俺たちが初めてかな、新型ランババルーンスケラやったのは、うん。まあ、なんでもいいんですよね、結局なんでもいいんですよ。そんな感じでね、試合はね、残り1分になっていって。まあ、最初は後ろからですね、まあ、マスケットと、そして、新型を後ろから展開して、まあ、自分打ってきたら、まあ、バルーンスケラやってきゃね、ポイズンのと、さっき言ってきた雪のダメージで、まあ、タワーに200ちょっとぐらいか、入っちゃうんですけど、まあ、バルーンスケラでね、一発、まあ、700、800削れるといったところで、ね、まあ、今回、スケラはね、ちょっと、相手にアーチャーとか、まあ、吹き矢がね、手元にあったのもあって、今回は、まあ、ランババルーンだけで攻めたっていう感じになりますね。そう。まあ、一気にね、まあ、いかにチンパンデッキとはいえ、やっぱこう、やりすぎると負けちゃうんで、そう。まあ、やりすぎなければ逆に絶対勝てるみたいなね。そんなデッキっすね。まあ、だから今本当にどの方も別に親衛隊が強いというか、なんかもうランバーバルーンスキャラが強いですね。とにかく強い。ですけどね、まあ、僕らは別に使われてもね、守れる自信があったんで、まあ、いいかな、使われてもって感じのトルネバンですね、今回。そう。やっぱでもね、そう。さあさあさあ、ここでね、僕の雪玉見てください。パコッっていう感じでね、キングギドしてあげることによって、枯渇相手に、タワーダメージ1000以上残して、キングギドしたら勝ち確になりますね。本当に勝ち確ですね。だからこの時点で、ああ、1戦目取ったっていうね、感じでしたね。本当になんか、マジで油断してても、勝っちゃうんですよ。なぜなら、キングが強すぎるんで、2機あるんでね、タワーとキングで3個あって、だから、ちょっと攻めすぎて、こういうスケバレとかバレルとかに対応できなくなっても、キングがね、打ちまくってくれるんですよ。で、このようにまあ、呪文出したら余裕で完封できるし、そう。まあ、こんな感じでマスケット2体とかでも、普通にね、全然、戦闘マスケットなんかダメージ負ってないですからね。まあ、キングと、まあ、アリーナタワーがやっぱめちゃくちゃ強いですね。まあ、特にキングかな。なんで、2v1 のキング軌道はめちゃくちゃでかいんで、まあ、こういうね、雪玉でキング軌道とかいうね、技術点もね、取りつつという、いったところでね。さあ。まあ、ここね、とりあえず、分けて、真ん中低めにね、トリトン出して、分けて、まあ、スケドラもう一回出して、
さあここもう一回新体いっちゃおうかって感じで、もうすぐ3倍タイムだったんでね、いっちゃおうかって感じで始まり出して、っていう感じでね、ここバルーンスキラー行ったんだっけな、確か行った気がした。そうですね。でバルーンとスキラーを5コスでね、お互い5コスだったらバルーン始まりから出してスキラーを打つだけっていう、まあ、そんなでフリーズ打ってマーチャーにも5を打ってバルーンの落下が入ってグッドゲームと、そういったところで、まあそうですね、まあ強いですね、デッキが強い本当に今回に関しては。でも相手も結構上手くて、まあ俺らが今まで結構なんか矢の雨とかの、まあとかなんだろう、デリバリーとかかな、のまあ結構、まあてかリーグ自体がもう普通に大型呪文2枚、まあだからポイズンか5を、そしてフリーズかライトニングみたいな感じでね、まあ2枚入っていて、そしてまあ小型呪文が基本的にはまあ雪玉とウッドなんですよ。結構イカれたチームとかはウッド2枚にしたりとか、あとウッドタルババ、今回あれですね、あの TTG がタルババにしてましたね。そう、そんな感じで結構そうウッドタルなんですよ。やっべーと思って、枯渇出したら死んでたと思ってね、あの枯渇出しちまおうかみたいな話もしてたんですけどね、怖かったですね、危なかった危なかった普通にボムタワーで、まあそして吹き矢、マスケ、まあ、結構ね対空バルーンとかにも厚めにしてんのかな、わかんないですけど、でもねこのバルーンスキラの強いところはね、あのどんなに対策されてもね勝てるっていうねところですね。そして誰がプレイしても85点以上のプレイが、まあ基本的にはできると、いったところですね。いやー強い、そうなんですよね。でしかもカードに別にスキラとバルーンさえあれば攻撃別に何でもいいみたいなとこあるんで、ぶっちゃけマスケは単純にカードパワーが強いに入ってるんですけど、別にマスケとかがいなくても成立するようなデッキではあるんですよ。普通にエレキとか、まああとアーチャーとかね適当に入れて、まあバルーンスキラは始まりやってファイボとフリーズ、もしくはねファイあのフリーズとポイズンとか打つだけなデッキなんでね。そうなんで、まあ割とこうね、まあ俺らもまあ相手が使ってきたら、まあやっぱデッキ負けしちゃうんで俺らも使うしかないなみたいな、そんなところっすね。なんでマジで今環境あんのかな、バルーンスキャラに勝てるデッキ何なんだろう。まあなんか有利取れない、取られないぐらいはあるんですけど、マジでなんかその不利に、相手不利にバルーンスキャラ使った人をこうなんだろう、あのカウンターするみたいな、そんなデッキはね結構ないと思うんですよね。さあそんな感じでね、飛ばしていきたいと思います。さあということでね、2戦目いきたいと思います。さあライキジョーンズ、ラットペアはね、勝つことができるんでしょうかと、いったところでね、見てる方も気になるところでございますがね、あれなかなか、あ止まっちゃったよ、しかも、さあ始まりましたね。さあ2戦目、そして僕らは連投ですね。連投、まあ呪文ちょっと変えちゃおうかなみたいな、まあ、ラバとか来るかなと思ってね、あの矢の雨にしたんですけど、あの来なかったですね。僕らが作ったの最強ラバが、まあ1週間に1回は使われるかな絶対みたいな感じなんですけど、大流行しちゃってますね。さあこんなところでね、結構前回うまくいったんで、ね、始まり高めトリトン俺が出したんですけど、ね、あんまりいらなかったですね、いらなかった本当に。さあそんなところで、相手はこうやって確かダックプリ連盟してくるんですけど、親衛隊が普通に強いんですよ。こいつら割と貧弱に見えて、一発1000じゃない、でかすぎる、一発110のダメージなんですね。110、そう110ってあんまピンとこないかなって思う方いると思うんですけど、110ってどんくらいだろう。まあ、難しいですね。まあ、ゴブリンの一発ぐらいかな、わかんないけど、まあ、そんなところですね。まあ、なんで結構割とこの3体が110って、まあ呪文のダメージがだいたいこうポイズンとか184とかファイボー172なんですけど、まあ、だからこう 2地区でこのあれなんですよ、あのタワーダメージに関しては2回チクってするだけで、ね、220入るんで、まあ、逆サイ無視とかしたらそりゃ痛いわなって感じですね。よく親衛隊とかで見るのが、攻撃されてるサイドを守りすぎて逆サイドめっちゃ入ってて、あれみたいな、なんでこんな入ってんのみたいな結構あるんですけど、まあ、ここもね、まあ、メガナイトスキャラ来たらこうしようねーって言ってあったんでね、まあ、来た瞬間ポポイって守って、で、まあ、こっちはね、ヤナメとユキも、どっちも持ってたんですけど、まあまあ別にそんな痛くならんだろうといったところで、ね、許容しましたね。で、許容して後ろから組むと。まあ、とりあえずね、後ろから組んどきゃね、まあ、ええやろって感じで、で、なんか、守りが薄かった方にバルーンスキャラ、ドーンみたいな感じですね。さあ、ここでね、ダクプリとマスケを。で、相手は結構メガナイト、ボムタワー、ウッド、ダクプリということで、あ、違う、メガナイト1枚か。メガナイト、ダクプリ、ボムタワー、ウッド、そしてポイズンですね。が入ってるんで、結構この親衛隊を対策してきたのかな。なんですけど、別にこのデッキの上にね、実は親衛隊じゃなくても、普通にバルーンスキャラなんでね。で、バルーンスキャラの対策って多分ないと思うんですよ、本当に。だから、なんか別にこう、範囲攻撃を組まれてても、バルーンスキャラをして、ファイボカフリーズを打ったり、今みたいにね、矢行きで、まあ美味しいですね。普通に、スケドラがいたら、矢行きで潰せるんで、普
普通にちょっと美味しかったかなって感じですね。まあてか、まあ矢並みにしたのが割と刺さったなっていう感じの印象がありましたね。うん。さあさあさあ、そんなところで、まあここね、今回、まあ相手が結構うまい感じでね、ハイコン範囲で防衛してきたんですけど、まあここね、まあ、とりあえずここでね、ファイボとかフリーズ打つこともできるんですけど、まあ決まるか分かんなかったんでね。まああの、端前にスケドラ出して、とにかく防衛ですね。そう。やっぱね、格闘家の、那須川天心もね、言ってたんですけど、やっぱね、あの、僕は、まあ、ちょっと与えて、ちょっと殴られるか、まあ、その、殴んなくてもいいから、この相手の攻撃をね、避けるのね、どっちかって言われたら、やっぱ避ける方を選ぶって言ってたんで、やっぱね、もらわないことが大事なんですよ。そう、やっぱね、格闘技とね、クラロは通ずるものがあるんで、ね、まあ、このように相手のダメージを抑えること、まあ、だから攻めすぎないようにね、こう、相手のダメージを抑えて、まあ、こうね、左にファイブを右にフリーズパキーンって感じでね、両方同時に折れるかなと思ったところでね、グッドゲームといったところで、まあ、今回はね、まあ、デッキが強かったんで、まあ、またね、僕たち結構、デッキ作る天才なんで、また強いデッキ作っちゃったんですけどね、まあ、来週はまたね、てか毎週こう、自分らのね、オリジナルデッキで行ってるんで、そうなんかね、楽しいですよね、デッキ作るのが楽しいです、本当に。そうなんで、別にこう、僕らのデッキがこう真似されても、まあ、来週もっと強いオリジナルデッキ、もっと強いオリジナルデッキってやってることによってね、あんまり負けないと、いったところで、まあそれがね、ポノスの、勝率高い秘訣なのかなとかも思いつつね、もうもっと強いデッキ、もっと強いデッキをね、来週、再来週と、持っていきたいと思います。ということでね、こんな感じで、まあデッキもこんな感じですね。まあ相手は結構親衛隊とか、まあ、あとはスケラもかな、まあ吹き矢入ってるんで珍しいんですよ、スケラに吹き矢採用は。そう、基本的にバスケットとか、まあ、対空もでも結構あるですね。バルーンスケラ対策なのかな、わかんないですけど、結構、まあ、対策をしてきたんですけど、それでもね、まあ、いけちゃうよといったところで、まあ、やゆきでね、ここも結構でかかったですね。あとやっぱマスケがゴリラっすね。本当に強い。このカード。マジでね、後ろにつけとくだけで得しちゃうんですよ。まあ、そんな感じでね、マスケ出して、まあ、ボムター出して、まあ、ええ感じにここ守れたな、と言ったところでね。まあ、すぐにフリーズ来たらやだめとね、って言って、ピュピュピュって感じでね。ええ感じに防衛できて、またね、防衛して、まあ、そうですね。まあ、先にその矢の雨とかを打たなかったことによって、こうね、先にフリーズを打たしてから矢の雨っていう感じにやることによって、またね、こう、アドが生まれて、そう、それでカウンターで勝つみたいなね。そんな感じですね。まあ、そんなところで、今日はね、まあ、2V1 の解説終わったんで、麦のね、試合に飛ばしていきたいと思います。はーい、やってまいりました。タイムスリップと。いったところでね、今日は、麦の、試合をね、解説していこうと思います。さあ、麦のね、2戦目。まあ、1本、この野道選手に取られてから、もう、2本目、3本目を解説していこうと思います。なんですけどね。さあ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 、まあ、麦選手はね、どんなデッキを出すんでしょうか、といったところなんですけど、ここ結構ね、さあ、ヒースピ、ヒースピと。いやー、そしてね、ここ、タルババなんですけど、何が来るのか、まあ実際ね、こうネタバレしてしまった麦が神技連投ですね。神技連投で野道選手がメガナイトバルーンですかね。なんで、まあ、ヒースピータルババ、そして、まあ、ファイブオットみたいな、あ、ロイジャイかなみたいな、ロイジャイだったら麦うまいから勝てるやろって感じだったんですけど、まあ割と嘘、割と嘘ですね。ロイジャイかなと思った瞬間割とヒヤヒヤしてたんですけど、ここね、トリトン出てきて、うおー、ロイジャイやないかいって思ったんですけど、まあ、メガナイトバルーンでね、あ、よかったって感じですね。割と汗かきましたね、ここは。さあ、ここで、ヒースピ、後ろからの8枚、そうですね、ファイボで、手前に引くことによって、ここね、もし延命したとしても、麦が後ろから流してるヒースピがね、インドラ回復させるんで、基本的には多分マスケをね、潰すことができるといったところで、ね、この手前に引くファイボはね、オシャレポイント高めといったところでね、まあ、麦さんいいんじゃないでしょうか。さあさあさあ、そして後ろから言うのという感じで、まあ、同じようなね、サイクル、まあ、ヒースピタル、そして、まあ、言うのをインドラケツから出して、まあ、同じようなサイクルをやっていく感じですね。さあさあさあ、ここで蹴りますと。で、もう一回後ろから確かヒースピ流してファイブ打ったんかな。さあ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 、いいよ。で、バーン、ドーンと。
まあ、ここは延命来るかなと思って多分タルババ飛ばしたところもあると思うんですけど、まあ、このね言うのうまかったですね。このねミリ残りのやつに飛ばすことによって言うのが絶対にタワーにこうたけとるんで、ずっとダッシュモードに入るんですよ。なんで今みたいにトリトンを直当てしてきても結構ねそのあのユウのダッシュのダメージと数発で、ね、溶かして今みたいに突進を一発入れることができる、非常にうまいユウのですね。はい、ありがとうございますって感じなんですけど、まあ、コランバね相手がねそのタイミングで合わせてねあの逆サイにヒースピとそしてねバルーンを流していって、で麦ねこれ同性にマジ打ち出しなかったらヒースピがねタワーに飛んでたんで、ちょっと許容して攻撃する方向にマジ打ち流したろみたいなねあの色気を出してねマジ打ち逆サイドで出したらヒースピがたあの飛んじまってバルーンが多分2発入ってたんで、まあ、ここは同罪に出してそこまで計算してたのかね分かんないですけどね、まあ、計算してたってことにしましょう。まあ麦さんはね計算そこまで計算してそしてねまあこんな感じでええ感じにねなっていたんですけど、さあここね完封されてちょっと怖かったちょっと怖かった。そしてねここねちょっとコメント欄が荒れたとね噂のこのポイントなんですけど、麦がねなかなかこの171のタワーに5を打たないんですよ。そうだからいや麦これ遅延煽りしてるんちゃうのみたいな、ナメプじゃねみたいな感じ言われてたんですけどね、麦はまあ割とそんなことはしない割とそんなことはしない。そうでこのね真相は単純でね、麦がねあれファイボって152じゃなかったですかとか言って、いやいやいやみたいないやお前172やろってなって、そうそうそう、だからもう本当にこの麦の試合がね終わった後ねちょっと説教しに行きますかっつってね、ちょっと多めでねわらわらと、言ったんですけど、まあそんなところでね、まあこの読みたるババとかもね炸裂して、この171は麦からしたら非常に遠かったと思いますね。普通の人が見たらねめっちゃ近い171なんですけど、まあ麦から見たらねめちゃくちゃ遠い171だったんだと思います。さあそしてまあねトリトン読みのタルババとかで端前からプレッシャーかけつつバルーン守ったカウンターでまあね70ぐらいまで削って、5でグッドゲームと、いったところでまずね、麦が、1勝取ることができましたね。さあただねこの、勝てばチームが勝ちで負ければチームが負けって結構プレッシャーがやばいと思いますね。麦もね1戦目取られた時にいやーマジかーみたいな感じだったんですけど、まあ結構、ね、そっからまたやっぱりこうで KO1 も負けてたじゃないですか。そう、それで2連敗してる中でこのねセット3のねゲーム2ゲーム3をしっかり取るっていうのは、ね、やっぱりさすがやなといったところなんで、3戦目まで飛ばしたいと思います。さあ飛ばしすぎたな。はい、さあそんなところでね、でもこのヌオミツ選手ねめちゃくちゃてかなんでマジで TTG マジ強いんですよ。普通になんかねパラドックスそしてボスヌオミチめちゃくちゃ強いんですよね。でマジでその3人が KO1 特にやばくて、そうなんでなんで今 TTG ってこの一番下かな、確か一番下か7位とかにいるんですけど、いやなんでこんな強いのにっていうのはね正直な、ところですね。マジでめっちゃ強いんですよ。本当に。で俺ら前回1回その今ポンス9勝1敗なんですけど1回負けてんのが TTG でやっぱ強いんですよね。そういやなんでっていう、他の時にミスとかしたりしてんのかなと思うんですけど、やっぱり強いんでなんでこのなんのかなっていうのは不思議ではありますよね割と。といったところで、さあ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 、ここは、まあ、マスケ。まあ、こっちは、右サイドは、ババゴヤスキャラですね。デリバリー型。まあ、北シャンとかも、使ってましたね。まあ、ババゴヤスキャラ、今非常に強いといったところで、向こう側、ノーミツ選手が、まあ、遅延スキャラですね。まあ、遅延スキャラだったら、まあ、ジンギー結構相性いいと思うんですけど、ノーミツ選手の遅延スキャラガチ上手くてね、もう麦のジンギーが負けるほど上手いと、いったところでね、マジで上手かったんですよ。そう、本当にね、毎回こう、ヒースピで回復しようとしたところにね、タルバを転がしたりとかね、攻め取るねでこう、ヒースピ消したりしてて、めちゃくちゃ上手かったんですよね。そう。なんで、まあね、まあ、遅延スキャラ来るんじゃねえかなー、来なくったらやべえなー、みたいな感じだったんですけど。まあまあまあ、そんなところで、ババゴヤスキャラですね。で、こっち麦が、スケドラで守っていくとさ、このババ入らないのもでかい。そして、いやなんかさ、タルババスキャラを、なんかスケドラだけで守って、300ぐらいで抑えたんですけど、いや、300で抑えらんないんですよ、普通。ちょっとさ、麦の、なんかスケドラもなんかちょっと頭良くね、みたいな。俺がスケドラ出したらなんか600か700ぐらい入りそうだけどなって感じなんですけど。位置も普通のね、タイミングも位置も普通の位置に出してたんですけど。なんかあれっていう。めっちゃ守るやんって感じでしたね。
もっと入りそうな気配あったんですけど、さあ、ここ美味しいですね。ケツババゴヤ、そして、まあね、相手のタルババスケラがかぶったね。まあ、ここは7アンドがっぽりって感じですね。さあ、ここ、そして逆サイ、まあ、ナイトがぶん流れていったんで、スケラを打っていくと。さあ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 、そしてスケダラ追加。で、ヒースピも追加して、で、ここもうまいんですよね。見てください。防衛取るんだよね。ちゃんとこのヒースピが、とナイトが重なるタイミングでやることによって、ベビドラの範囲とトルネのダメージってヒースピが飛んでないんですよ。そう、だからヒースピが飛ばないから、スケドラもね、ナイトも回復しないで、結構こう、事故みたいなのがね、ヒースピの事故がね、起きないんですよね。まあ、これをね、やっぱ普通にやってたんですけど、1戦目の神技戦、でも、ネオミツ選手がずっとやってたんで、そう、マジアジにタルババ転がしてヒースピで召してくるところをトルネで固めるみたいな、そうの結構やってたんで、やっぱりね、めちゃくちゃうまいなって思いましたね。まあ、この野道選手ね、結構2枚抜かれてから3立てしたりとか結構してるプレイヤーなんでね、マジでまあ TTG ではの中では一番ね、こうやっぱエースみたいな存在だし、まあ他のね、普通に2人もめちゃくちゃ強いしっていったところでね、さあ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 、そしてここね、麦のスケラがぶっ刺さるといったところで、まあ、またね、後ろからババガヤ展開して、でアドもね、まあ、相手が4エリか5エリぐらいの時にね、ケツからババガヤ出してるんで、ね、まあ、割とアドも取れてるんじゃないでしょうかといったところでね、まあ、そこをスケドラ出して、まあ、ボエポイズンとデリバリーで、ここでね、1回ね、ヒースピー、あ、ナイトか、ヒースピータゲ取ると、そのあれなんですよ、今ワンチャンナイトのね、タイミング間に合わないかなみたいなところあったんですけど、ちゃんとこうヒースピータゲ取ってからナイト出すことによってね、まあ、ベビドラの、が入っちゃうみたいな、ね、こう、事故とかも防いでる、ね。そんな感じになります。さあ、これ、やっぱり、ベビドラの事故がめっちゃ入るみたいな。で、このケツスケドラもいいっすよね。もし、この相手が、スケラ結構打ちたいタイミングだったと思うんですけど、相手がね、ポイズン切ったんで、マスケドババゴヤに。なんで、後ろからスケドラ流すことによって、今みたいにナイトを守ったら、カウンターにも使えて、そしてね、ベビドラを探したりすることもできるんで、逆サイにもこのようにね、形が組める。ベビドラスケラの、形で守られないんでね。さあ、ここね、防衛ポイズン、そしてデリバリーで、まあ、若干ダメージはしないけど、ガシャンと。いったところね、ここで麦の追加がうまいですね。うん。まあ、相手がちゃんとこう、なんだろう、防衛でね、まあ、ポイズンとか出したのを見て、ここね、スケダラ追加して、そしてね、このポイズン、ベビドラに被せてることによって、その一発分ね、スケダラが受けるダメージを、減らして、スケダラが2体ともね、延命されて、このね、スケダラが入ると。まあ、野道選手からしたらね、これスケダラ、あれなんで死んでないのみたいな。感じだと思うんですけどね、この巻き込んでるポイントとかも結構でかいんじゃないかなと思うところでね、まあ3戦目は割とこう 安定にね、勝つことができた麦選手でございますと、いったところでね、いやー今回ね本当に、いやーすごいハラハラしてきたね、まあさすが麦様ありがとうございますいつもと、いったところでね、 KK とかも昨日3立てして今回も3立てしそうな勢いやって、まあチームがね2人抜かれた後に二立てしてから最後にね、めちゃくちゃ惜しいくも、ね、負けちゃったんですけど、まあそんな感じで、ね、結構みんな、まあただね、また、昨日かな、昨日俺もね、負けちゃって、まあ先週勝つことができたんですけど、昨日その KO1 で、ね、負けちゃって、めちゃくちゃカリカリしてて、もう昨日動画撮れなかったんですけど、マジで来週 KO1 もしね、出たらマジで本当に絶対にね、倒してやろうと、ね、いう気持ちでね、いっぱいになっておりますと。いったところでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。今ね、この、クララリーグイーストなんですけど、上位2チームが世界大会確定なんですよ。12月5日と12月6日に2日で開催されるその、上海でね、行われる世界大会があるんですけど、そこにね、もう、確定といったところなんですけど、今ね、3位のノバが、6勝5敗なんですよ。で、今俺らが9勝1敗なんで、ってことは、10勝4敗か。10勝4敗までは、絶対にノバがマックス9勝5敗なんで、10勝4敗までだったら、もう世界大会が確定なんですね。そう。なんで、まあ、残りね、ポノスは4戦あるんですけど、そのうちね、1勝でもすればね、世界大会が確定といったところで、まあ、あと1勝ですね。まあ、って思うと、やっぱりね、こう、まあ、やっぱ目標はね、高く持たないといけないんで、まあ、全勝と。もう、あと4戦全勝と、いったところでね、やっていきたいと思います。まあね、2v2 の、焼き天ペアとかもね、このバーンってね、披露することができてね、バチコーンって勝ってくれたんでね、まあそこら辺もね、相手からしたら結構怖いと思うんでね、うん、そんなところもありつつ、今週もね、2戦とも勝っていきたいと思うんで、もしよければね、高評価、チャンネル登録、そしてね、コメントで応援などの方もね、してもらえると嬉しいですといったところで、今日はこの辺で終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。